司会を受け持ちます労務処分撤回を求める会の秋山です。よろしくお願いします。私も八王子でも今市政100周年に向けて八王子の市の歌ですね、市下が指導主事によって学校教育の中で扱うようにっていう指導をこう回ってるんです。で、玉のマスラオっていうねことを歌い上げる歌で、男女共同参画の観点からいかがなものかって交渉したんですけれども、玉のマスラオというのは玉の勢いを示してるんだって、なんかどっかで聞いたような話なんですけど、君が代しかり、それからこの死の歌しかり、解釈会見しかり、何でも解釈で変えていくっていうのがね、今蔓延してるような気がします。そしてまあそれがやっぱり戦争できる国によってはつながっていくんだなっていうふうなので、今日の集会しっかり務めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでお願いがあります。まずですね、写真撮影の方ですけれども、写真撮影は、登壇者のみにしていただきたいんです。そして高校生は撮影しないでいただきたいと思います。それから2点目ですけれども、アンケートの件ですね。ぜひアンケートはお帰りに提出していっていただきたいと思います。3点目です。皆さんお持ちのこの冊子の一番後ろに都教委の請願署名がついています。この請願署名、できれば休憩時間にお出しいただきたいなと思いますし、お帰りまでにはぜひとも出していただきたいと思います。では始めていきたいと思います。最初に実行委員会の挨拶、近藤さんの方からよろしくお願いします。ごめんなさい、その前に主催団体の人は前の方にいらしてください。皆さんこんにちは。被処分者の会の近藤です。 10.23 集会実行委員会を代表してご挨拶申し上げます。ちょうど13年前のこの日、命がけで憲法を破ると公言した石原都知事のもと、東京都教育委員会は 10.23 通達を発出しました。この通達に基づく日の丸君が代強制に従わず処分された教職員は延べ478名に達します。退職後の再雇用などの継続雇用を拒否された人も70名を超えています。前途の訴訟団が大同団結して10月23日前後に開催するこの集会もこれで11回目となりました。今年の集会は参議院選挙の結果、衆参両院で改憲勢力が3分の2を超え、また11月にも南スーダンへの自衛隊の派兵が迫っている中で行われます。憲法を変えさせない、誰も戦場に送らせないという本集会のスローガンが差し迫った課題となっています。皆さん、戦争は教室から始まるというのは歴史の教訓です。安倍政権や都教委は日の丸君が代矯正を道具に、道徳の教科化などを通じて愛国心を子どもたちにすり込み、お国のために命を投げ出す子どもづくりを狙っています。まさに日の丸君が代矯正は戦争への道です。私たちは13年間東京の学校に憲法を取り戻し、命令と処分の教育に終止符を打ち、子どもたちの伸びやかな成長と発達を保障する教育の再生を実現するために都教委と正面から対決して戦ってきました。一連の最高裁判決は校長の職務命令が憲法に違反しないとして不当にも戒告処分を容認する一方、減給停職処分を取り消し、都教委の累積過重処分に歯止めをかけました。河原井さん、根津さん、
07年停職処分取り消し訴訟は最高裁で処分取り消しと損害賠償が確定しました。東京君ヶ谷裁判第3次訴訟は最高裁で戒告処分取り消しと停職減給、戒告の損害賠償は認められませんでしたが、減給停職処分取り消しが確定しました。岸田さんの減給処分取り消し訴訟は高裁で勝訴し、都教委は上告を断念し、勝訴は確定しました。これにより 10.23 通達関連での処分取り消しの合計数は67件、57名となりました。高裁で勝訴した再雇用拒否撤回第2次訴訟、地裁で不当判決を受けた再雇用拒否第3次訴訟、河原井さん、根津さんの08年、09年停職処分取り消し訴訟の今後が注目されます。今も粘り強く戦われている日の丸金顔強制反対の裁判は、荒廃した東京の教育を都民の手に取り戻すための希望の戦いであります。私たちの粘り強い戦いは都教委を確実に追い詰めています。みんなの力でこの戦いを支えていこうではありませんか。皆さん、本日の集会は小池新都政発足後初の訴訟団、元訴訟団主催の集会です。都民ファースト、情報公開を標榜するなら都教委は私たちの真摯な思いに正面から答えなければなりません。私たちは安倍政権の暴走ストップ、自衛隊を戦地に送るなの国民各層の戦いと合流して、東京の学校と教育の危機的状況を打ち破り、憲法、平和、民主主義、教育の自由を守るために運動の輪を広げ、勝利するために最後まで奮闘しようではありませんか。子どもたちを再び戦場に送らない決意を新たに、共に手を携えて戦うことを呼びかけ、実行委員会の挨拶とします。ありがとうございました。それでは続けて本集会の主催14団体を紹介します。パンフレットの9ページから15ページをご覧ください。向かって右側になります。日の丸君ヶ代不当処分撤回を求める非処分者の会、日の丸君ヶ代強制反対再雇用拒否撤回を求める第2次原告団、東京再雇用拒否第3次原告団、東京教育の自由裁判を進める会、日の丸君ヶ代強制反対予防訴訟を引き継ぐ会、君ヶ代強制解雇裁判を引き継ぐ会、君ヶ代不当処分撤回を求める会、東京調査、日の丸君ヶ代強制に反対し子どもと教育を守る会、都教組八王子支部、東京都障害児学校教職員組合、東京都障害児学校労働組合、アイム89東京教育労働者組合、都交共有志非処分者連絡会、良心表現の自由を声を上げる市民の会、河原井さん、熱さんらの君が代を解雇させない会、以上です。どうもありがとうございました。ではお待ちかねの
蒼井美穂さんの演奏できる国と教育の講演を始めます。蒼井さんは、行動する憲法学者として有名です。著書として国家安全保障基本法批判というのを岩波の特例とか、初めての日本国憲法、PHP 研究所、憲法を守るのは誰か、検討者ルネッサンス新書などから出てます。皆さんのお持ちの冊子の3ページをご覧ください。ぜひこれらの本をお買い上げいただきたいと思います。今ちょっとここでは売ることができなくて、今日は持ってこれなかったんです。では蒼井さんよろしくお願いします。憲法を教えております蒼井と申します。最初に自己紹介的なところも含めてなんですが、皆様のお手元にですね、レジュメ短いものでありますけれどもお配りいただきました。その中に出典の書いてない引用のようなものが多少ほど含まれているのですが、実はこれ私の義理の父がですね書いたものでございまして、私教育の専門家、教育法の専門家でもなく、でまた教員免許も持っていないわけなんですが、今般のこういう政治状況の中でちょっと窮状を専門にしているということもあり、いろいろとここ数年特に考えるところがございました。でそのような中でちょっと義理の父の書いたものを読んでですね、読んでと言いますか、私がこれワープロに起こしたんですけれども、非常にこの教育というところものについて思うところがございました。全く稚拙なものではあるんですけれども、そのような教育が持ってしまう子どもに対する影響というのは、先ほど申し上げましたように免許持っておりませんけれども、こういう形で非常にずしんと心に響いているところだということをまず申し上げたいと思います。実はこの義父は旧制中学の3年の時に終戦を迎えた人なんですが、今認知症を患っておりましてですね、時々といいますか、しょっちゅう言うんです。戦争のことを書かないと、予科練に行った連中のことを書かないと私は死ねんというふうに言いましてですね、彼がここ十何年間でずっと書いてきた原稿のようなものを、ちょっと私には読めない毛筆が来て読めないものがたくさんあったんですが、一生懸命これを私もワープロで起こしているところでございます。でそこを読むと、本当に軍国少年なんですね。すごい軍国少年なんだけれども、そこに何でしょう、込められている思いというもの、なぜこういうような軍国少年が生まれてしまったのかということも含め、そして今の私の義理の父の在り方などを含めるに、教育ってなんて重いんだろうと、この人の人生について人生を作り上げてしまうというところでなんて重いんだろうと改めて思っている次第であります。一つの軍国少年ぶりといいますか、コアにあるものといたしまして、1ページの一番下の方に教育と戦争、義理の父の言葉でありますけれども、軍人直輸を暗唱したというようなくだりの中でですね、軍人は忠節を尽くすを本分とすべしということを叩き込まれたものであると、戦い敗れ一兵残らず死に果てた部隊こそ忠節を尽くし本部を守った最も最たるものであるというようなこと、こういうような文化の中で育った人であると。で中学生になった途端に、そういうような世界にどっぷりとはまり、
私どもは大東亜戦争がその侵略して侵略戦争であると、でそのアジアの諸民族を解放するための戦いであると、すでにその時主政に戦局は転じていたけれども思っていた、自分たちは昭和の先物である、このような気持ちで臨んでいた、こういう文章で始まっていると。で後でまたもう別の文章をちょっとご紹介したいと思いますが、このような形で教育が現れるということに改めて私としては、少し九条を勉強している人間としてはですね、ものすごく愕然たる思いと言いますか、何と言いますか、こういうような形で人間ってできちゃう、できていくんだろう、できていくものなんだということを改めて思ったということを、ちょっとその一番最初に自己紹介がてらご紹介申し上げたいと思います。これが私の教育との一つの、接点であります。で別の接点といたしまして、大学の法科大学院の方で私は教えておりますけれども、学部でも授業を持っています。大学の1年生と2年生に、教えています。また学部の3年生4年生につきましてもゼミを持っています。で10年ほど大学で教えているわけですけれども、この度、こういうようなおととし、先おととしぐらいからの政治情勢の悪化とともに学生といろいろと語る中で、痛感していますのは、当たり前のようにですね、平和について語ることのできる文化がまだかなり残っているんだと、その戦争しちゃいけないのは当たり前でしょうと言えるというような文化がこんなに分厚くまだ残っているんだなということ、普段は救助についての話を毎回しているわけでもないし、戦争についての話をするわけでもないけれども、ここ数年の状況変化の中でですね、学生の話を聞いてみると、常識として受け継がれている文化というものの分厚さを改めて実感しております。ただ別な言い方をすると、要は政治的な中立性という認識の御旗のように立てている、ああいうような考え方は間違いであるということを改めて思っています。つまりそのやっちゃいけないでしょ、ダメでしょうというようなことこそがやはり引き継いでいかなくてはならない、その政府がこういうような政府見解を持っていますということを教えるだけが教育じゃない、そのような教育をしていくと、おそらくこの憲法文化としての平和愛好という層は少なくなっていくだろうなということを、ここ10年ほどの間に非常に強く感じるところであります。これら2つがですね、とりあえずまず私が自己紹介として申し上げたい教育と憲法と平和というところの接点であります。さてそういう中で教育法の専門家 ではないということで、もちろん限りがございますけれども、憲法研究者の観点から見たときに、戦争ができる国と教育について何を考えられるだろうということを少し本日お話しいたしたいと思います。さて、0番目の現状というところでありますけれども、実はこのレジュメの原本をご提出したのが1ヶ月ほど前でございまして、一体1ヶ月の間に何が変わるかなと、どういうふうに変わっていくかなという気持ちでいたんですけれども、やはりいろいろな意味で少し変わっております。でここの間非常に明らかな動きとなってきているのが、どうやらその憲法改正ということ、九条でもなく緊急事態条項でもなく合区解消であるというような数字が強く見られるようになってきているなどですね、あるいは、ちょっと生前退位という言葉も括弧につけて語らなくちゃいけないようでありますけれども、天皇が強くにじませられた生前退位問題につきまして一定の進展があることなどがこの間ちょっと強まっているところではあります。ただ今この1ヶ月の間起こったことが、
ほんの1ヶ月なのにもかかわらず、結構大きな変化、大きな流れの変化として出てきている背景には、皆様よくご案内の通り、ここ数年で起こった政治の流れの大変化というものがあるわけです。で、一言で言うならば、今日戦争しようと思ったらできる国に変わってしまったと。戦争ができる国、戦争しないということを言明しているはずの憲法の下で、戦争しようと思ったらできる国になってしまったと。で、そのことはまだその大きな動きが現実にないので、あまりその多くの国民には切羽詰まったこととしては理解されていないわけですけれども、おそらくここにおいでの皆様は、今回の2014年の閣議決定、2015年の安保法制定を一つ転機といたしまして、何が起こってしまったのかということはよくご案内のところだと思われます。この切羽、私はもっと危機的にみんな思わなくちゃいけない状況だと認識していますけれども、このような切羽詰まったと理論的には理屈の上で思われる中で、事態がですね、1ヶ月の間に大きく変わるというのはある意味で当たり前のことなんだろうと。理屈の上でタガが外れていますので、何が起こってもこれ不思議ではないんですね。もう現実に止めてきたものがなくなっちゃったわけですから、今は安定してるかもしれないけれど、この数日の間に変わるということだと、これも当然あり得る、そういうような不安定な状況にある、こう理解すべきだと。2013年に内閣法制局の長官がですね、小松長官に人事が変わって、2014年に閣議決定されて、2015年の安保法、この数年のことを今挙げましたけれども、その前からもちろん顕著ではありましたが、何が今起こっているのだろうといえば、ほんの少し前まででは考えられなかったほど自由って社会全体の中でも減ってしまいましたよね。先生方皆さんにつきましては、自由を求めてもう十何年戦っておられるということですから、非常によくそれはご自分のこととしてもご承知のことと思いますけれども、社会全体として見ても10年前と比べてだいぶ自由が少なくなってしまった。ここ数年タガが外れたと申し上げましたけれども、この自由の減り方っていうのはただごとではないはずなんですね。で、今憲法を守れという言葉はすっかりレッテル貼られてしまったと思いませんか。政治は憲法を守らなくちゃいけないんだと、憲法を守れと、今はもはやですね、これは左翼の言葉として認識されるんですね。信じられないことであります。憲法において、公務員に対して憲法尊重擁護義務が課せられているはずなんですが、政治家は憲法を守らなくちゃいけないというと、左翼が不作用というような言い方をされたりもするというのは、これは本当は実は悠々しき事態である。でもっと言えば、憲法を守れだけじゃなくて、憲法という言葉自体が実はもうちょっと意味が変わってきているんじゃないか。憲法というようなことを言う人たち、あるいは人権という言葉を使う人たち、憲法とか人権とか自由平等という言葉がこれほどまでにある種のマイナスのイメージを付与されてしまっている状況なんですよね。この中で自由を求めていくっていうのは大変なことなんだろうと思います。もともと日本は憲法とか人権とかそういうような大きな言葉があまり受け入れられない国なんだろうと思っています。ちょっとその話は前後しますけれども、先生方がですね、その 10.23 通達をきっかけとしてさまざまな訴訟を起こされている中で、一連の最高裁判決が出たと、平成23年の5月から6月にかけて3つの小法廷判決が出た。これ憲法論すごくそっけない感じでスルーしましたよね。で、24年の1月16日判決、あるいは2月の
いつかだったか7日だったか の判決というのは行政訴訟なんですね。憲法訴訟というよりか行政訴訟で、裁量権の逸脱乱用についてが主戦場だと。でそっちの方ではですね、結構いい線、いいことも最高裁言ってる。で私はこれを頭ごなしに否定するんじゃなくて、ここに一つの光見出さなきゃいけないんじゃないかと思うんです。つまり今の日本の社会とか、まあ、学校大学も含めて私たちの社会は大きな言葉で人権を語ったり、大きな言葉で自由とか憲法を語ることにはあまりそのポジティブではない。しかしながら、じゃあ私たちの社会に自由とか人権とか平等とかそういうことはないのかというと、あるんです。その現れ方が日本独特の現れ方をしていると。その一律に機械的に累積過重的にその溜まっていってしまった結果として一定の重い処分を下されることはいけないと言っているのは、そういうことをする権限が要は教育委員会にはないと。でそれが違法とされることで実現される自由っていうのがあるわけなんですね。それは自由と呼ぶかどうかっていうのは別として、私たちはここにですね、一つそのある意味では光なんだと思うんですね。光明を見出すべきなんじゃないか、こういうところから私たちの社会は自由とか人権とか、あるいは憲法を守ることについて、自分たちの言葉で語っていかなくちゃいけないんじゃないか、それほどまでに自由とか人権憲法が追い詰められてるんだろうと思います。ちょっと複雑なこと、レジュメにちゃんと書いてないことで複雑なことを申し上げましたが、今のところをまとめさせていただくとですね、私たちの社会は残念ながら自由を掲げればその自由が肯定的な意味合いを持つ社会ではない。残念ながら、しかもそれが減ってきている。じゃあもうこれは希望がないと思うかというと、そうではおそらくない。十二分にまだ分厚い平和に対する文化があり、また日本社会独特な意味での自由についての観念が発覚する余地がまだまだあるだろうと。で、非常に難しい戦いなんだけれども、で政治状況がこれだけ、緊迫切迫している中なので非常に難しいものであるけれども、私たちはやはり私たちならではの自由の追い求め方をしていかなくてはならないだろう。なぜならば私は大学 でありますけれども、教育という形でしかですね、おそらく私たちの社会の自由を守っていくことはできないからだと思います。社会の中で自由を守ると、政府は自由を守らないですね。政府に任せていれば自由っていうのは引き継いでいけない。誰が引き継げるのかと、教育に携わる者以外ないと私は思っております。まあ、かかる観点からですね、前置き部分がだいぶ長くなってしまって申し訳ないんですけれども、教育ができる国と、ごめんなさい、戦争ができる国と教育について、ちょっとその大冗談に振りかぶった憲法論ということではない形での自由の求め方について考えていきたいと思います。さて、現状の2つ目以下で少し書いてある部分に入りたいと思いますが、今日の非常に大きな特徴、政治において見られる考え方の特徴って何か。今どん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 自由が少なくなってきていると言いましたけれども、おそらくそこなんですね。国が立ち入ってはいけない領域というのは基本的に認識していないんだろうと思われます。そもそも私たちの自由というのは無限である、国ができることは限られているというのが、カール・シュミットに言った配分原理ですけれども、これを受け入れていないと。つまりどこまでも国は立ち入ることができる、どこまでも何をすることも国にはできるといった意味で逆の発想。これまで私たちが特に憲法が寄って立っている立場として理解してきたこととは全く逆の発想に立って進められている。だから自由が増えるわけないんですよね。どこまでも自由に対して立ち入ることができる、当たり前だというふうに考えているのが今般の政治の一つの立ち位置といいますか、理解の仕方なので、自由が増えるわけがない。とこういうふうにどこまでも立ち入ったという国、権力、公権力がどこまでも
人の心ないし自由に立ち入ってくる中で、先ほど述べたように私たちならではの自由の求め方をしなくちゃいけないわけですが、大変なことであろう。もう少しこのことを復縁いたしますと、レジュメのその次にですね、個人、家族、社会、国家といってその丸みたいなのと囲っていますけれども、何が言いたいかというと、どこまでも入っていける国家というのは、多分この個人イコール家族イコール社会イコール国家といった大きな家族のような理解なんじゃないかということです。個人が国家と対峙する、あるいは個人の自由を守るというようなことではなくて、個人というのは家族の中にある、社会の中にある、もっと言ってしまえば国家があって初めて個人があるというような発想なのでしょう。でこういうような発想なので、どこまでもどこまでも心の中に入ってくることが当たり前のようにできてしまうと。でそこの部分がやはりその特に日の丸きみがえ強制反対ということで運動されていらっしゃる方、皆様自分の心に対する土足で上がってくるような感覚を持って受け止められて叱るべきところなんだろうと思います。でここで、これもおそらくは皆様にとっては常識かなというふうに思いますけれども、日本国憲法改正草案を見てみますと、この13条24条というのを挙げてございますけれども、日本国憲法とは根本的に個人とか国家とか家族についての考え方が違う。国旗国家条項というものも第1章に入っているわけですよね。で第1章って何かって天皇なんですよね。天皇に関する章の中に国旗国家、国旗は日章旗とし国家は君が代とするというのが入ってきていることの意味って一体何なんだろうか。これ天皇の条項とは関係ないところに入っていてももちろん十分問題ですけれども、天皇と一緒に入ってきていることは何だろうかとかですね、天皇をいただく国家であるということを全文で歌っているってことは何だろうか。今の天皇ご自身もですね、強制に渡ることがあってはねというように、おっしゃったところでありますけれども、日本国憲法にはなかった一つの特徴として、やはりこのある種の価値観で一つに国を染めよう、社会を染めよう、個人を染めようというところが非常に強く出ている日本国憲法改正草案が平成24年に出ているということに、改めてその現状というところの一つの大きな確認事項として目を配っておきたいと思います。その一番最初の方にも申し上げましたけれども、なんかこの1ヶ月の間にですね、全国民の代表について定めている日本国憲法43条を改正するのが一番最初だとか、そういう議論が非常に強まっておりますけれども、でもこれまで1995年の草案なり、この今見たところの草案なりという形で十二分に、なんていうんですかね、個人イコール家族イコール社会イコール国家といったような価値観が示され、国家像が示されている中で、合区解消のために都道府県代表制を認めますといったような議論をすることが、そらそらしく聞こえると言いますか、これが現状、合区解消のための憲法改正だということには改めて目をそらされてはいけないだろうと。ここで目指されているところは何か、どこまででも個人の心の中に入っていくことができて当然であると、抑制されない国家というのが現在においてもまだその言として示されており、撤回されてませんので、改憲草案については政治文書であると言い方をしてますけれども、撤回されていないので、どんどん自由が狭められていくことがありこそ、それ広くなるということはないという状況にある。なかなか難しいですよね、こういうような状況で、かつ自由が実際に減っていて自由な議論もできない、
いう中で、私たちが少なくとも大事にこれまで何十年か思ってきた価値っていうのはどうやってつなげていけるんだろうか、繰り返しになりますけれども、私はそれがやはり教育という方法、教育という場において、特に日本においてはつなげていかなくてはいけないものなんだろうと思っています。でそこで1位というところをご覧ください。市民公民となることの難しさ、特に日本でと書きました。教育の場で市民を作っていかなくちゃいけないという、特に日本でと申し上げました。これは何かと言いますと、これもレジュメには書いていないんですけれども、そしてまた、実証するということはなかなか難しいことではあるんですが、あるところでは皆様も肌感覚として共有していただけるかなと思うんですけれども、日本で生まれてですね、普通に日本で暮らしている、結果としてどういうような、個人といいますか人間になるかという傾向を考えたときに、もしかするとですね、憲法の日本国憲法改正草案の前文で掲げられているような前文、日本国は長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天の頂く国家であって云々というような言い回しがそれほど違和感がないというような人間に育つということは、今の日本においてですね、日本に生まれてそのまま育った時にそれほどおかしなことではないのではないかという気がします。じゃあ証明してくださいと言われるとなかなか難しいんですけれども、私たちの普段の生活の中でもですね、あんまり自由とか人権って言葉は普通は使われない傾向がある言葉です。でこれをいけないとかいいとか、そういうような価値評価の対象に今はもちろんしません。でそれがいいことだとか悪いことだとか、こうしたらいいと、こうしなければいいというようなことまでは言いません。ただおそらくは、同調圧力という言葉で言い換えたらいいのかもしれませんけれども、それが私の権利だからこれをこういうことができるというような言い回しよりかは、よりですね、調和を求める文化の方が一般的なんじゃなかろうか。そうした時に市民になるというのが、市民としての権利、市民としての義務を語ることのできる人間にならなくてはいけないことなので、おそらく他の西欧諸国などに比べてもともと日本ではより難しいこと、文化的な観点からするならば、より難しいことを改めて私たちはその注意を十二分に払わなくちゃいけないんじゃないかと思うんですね。私もここ数年いろいろなところの集会に出させていただくことが増えたんですけれども、意外とですね、先生方これおかしいって言うんですけど、どこがおかしいんでしょうかというようなご質問だったりですね、おかしいということについておかしいんだろうなと思うけどあんまりピンとこないというようなご発言だったりですね、思いのほか多いなというふうに思います。でそれはさっきも言いましたけれども、いいとか悪いとかの対象じゃなくって、多分そうなんだというところから出発しなくちゃいけないんじゃないか、そういう傾向になってなるものなんだと、そこから出発しなくてはいけないとすると、市民になるっていうのは本当に大変なことなんでしょうね。市民になる、でバンジャマン・コンスターの古代人の自由、近代人の自由っていうのは憲法のテキストなどでも、どこのテキストでも触れられているようなことでありますけれども、やはりその自由という言葉を考えたときに、比較的行動の自由とかですね、思想の自由、表現の自由、信教の自由といった意味での自由は想像しやすいけれども、
政治に参加することによる自由っていうのはなかなか想像ができにくい部分なんだろうと思われます。国家からの自由ですらかなり想像するのが難しいのに、さらには国家に参加することによる自由っていうのはもっと難しいんですよね。これは、私も大学で教えていても、その感覚として伝えることの難しさというのを感じ、非常に深く感じるところでもあります。でも政治に参加することによって人は自由であるということが仮にすんなりと分かんないとするならばですね、それこそやはり教育を通じてしかこのような意味での自由というものは根付かないだろうなと。そのまま日本で生まれ日本で暮らしていく以上はですね、国家からの自由ですら難しい。国家に参加することの自由っていうのはすごく認識すること自体が難しい。でこれは引き受けなくちゃいけないのは教育というものであろうと。でそこでその次に市民としての常識を育てることというふうに書きましたけれども、参加する政治に参加するということという意味においての市民で何の難しいんですよね。18歳選挙権ということを通じて、各地でいろいろな取り組みがされて、まあ、すごくうまくいっているところもあれば、あまりうまくいっているとはちょっと言えないというようなところもあるようでありますけれども、すごく難しいところで、考えてみればですね、今までもその政治に参加することでの自由っていうのは学校の中で教えられてきたことではあるけれども、国が18歳選挙権ということを掲げてこれほど大々的にようやくこの段階になって始めたということは、いい意味でも悪い意味でもある意味でも驚きなんじゃないですかね。政治に参加することでの市民を作るということが圧倒的に文化として足りないところがあったのではなかろうかと。でこういうことに取り組んでいく上では、むしろその戦争をできる国に非常に有益な人間として政治に参加していくような人物、これを作ることがシビックエデュケーションの中身に簡単になりかねないという難問も私たちは抱えてしまった。それまでに十分にですね、政治に参加することによる自由っていうのがもしかすると十分な形ではまだ実現していないんでしょうね。でこのような中で、むしろその政府が進める方向、どこまでも自由に対して介入できるという国家像の中で政治に参加するというような教育が上から行われるということになったときに、本来の意味での政治に参加していく、その決まったことを実行するんじゃなくて決めるという過程に参加していくという意味での自由っていうのはどうやったら維持していけるんだろうか。かなり厳しい、私たち特に日本の私たち教育に携わる人間にとってはですね、これ難問というほかなかろうというふうに思います。でそこで戦争と教育2番目につきまして、先ほどちょっと見ていただきましたけれども、改めて教育というものの持つ力の大きさということをここで認識いたしたいというふうに思います。でそこの後ろ面に行っていただきまして、で、そこでですね、ここから先について3番目で申し上げたいことは、もちろん皆様にとってはある意味で常識であるということになるかもしれないんですけれども、私が大学で教えていて非常に強く難しいなというふうに思うところを改めて申し上げてですね、後で質疑応答の時間が用意されているということですので、ちょっと先生方にも伺いたいなというふうに思う部分であります。
で 市民社会といたしまして感度をどこで高めるのかというふうに書きました。でその括弧1、括弧2という中で立憲主義と民主主義という言葉を書いているんですけれども、これが伝わらないんです。伝わらないのはなぜなんだろうと。でそれがもしかすると、まあ、市民社会というものを作っていく上での私たちの課題なんじゃないかというところです。感度をどこで高めるのかというのはここから先で申し上げるところでありますけれども、どうやったら高められるのかという意味でもあります。政府に教育が全部任せられるとするならば、絶対に市民社会ではなくなると。ここで生まれるのは絶対に市民ではない、市民になってしまうはずですよね。どこかで私たちは私たちのものとして社会を作らなくちゃいけないわけですよね。で市民社会というものをどこかで維持しなくちゃいけない、どうやって維持できるの、どこで感度を高めることができるんだろうか。で一つ目、政治を憲法に従わせるというところ、括弧で立憲主義と書きました。ここ数年特に、だいぶ人口に解釈するようになった立憲主義という、まあ、安倍政権の一つの教育効果だったのかというふうに思いますけれども、さはさりながらですね、聞いたことあるというような人は増えたんですが、なんかよくわからないと、この外来の言葉のように感じる、自分の身の丈にぴったりフィットしているような言葉じゃないというふうに感じる人も、少なくとも私が教えている学生を含めてですね、結構いらっしゃるようなんですね。これどうしたらいいんだろうか。まあ、立憲主義という言葉、非常に多義的な言葉ですので、これはこういう意味ですと簡単に説明することは不可能なんですけれども、よく言われるのがコアにある考え方として、権力抑制と、権力は抑制されなくてはいけない。一番最初の方のお話と重なるんですけれども、まさにですね、この権力抑制という観点があまりにも過小であるということが、立憲主義が私たちの社会にとって何か異物であるということを裏付けているんじゃないか、現象としてですね。そんな気がするんですが、いかがでしょうか。つまり今日本で何が起こっているのかというと、自衛隊の権限たくさん今よりも増やしましょうというようなことを2015年の安保法制でやったわけです。別の言い方をすれば、それは内閣総理大臣を主体としてですね、内閣にもっと権力を集めましょうというお話をしているわけですね。生前退位問題がどうなるか分かりませんけれども、もしかするとそれは天皇という形を使ってではありますけれども、出てくることが内閣への権限をもっと増やすというお話に簡単になりかねないなというふうに思っています。つまり天皇というのは象徴天皇ですので、政治権力持っておりませんから、現実には内閣がその事前の承認するというようなことを経ていますので、結局は内閣のお話であると。でまた特定秘密保護法、これは2013年の12月に作られたものですけれども、特定秘密保護法も言ってしまえば内閣に権力を集めましょうというお話に他ならない。でそれを制度的に裏付けるものとして NSC 日本版 NSC 法というのも同じ12月にできたわけですね。この間に出てきている動きっていうのは、間違いなく国会の権限をいじることなく、あるいは制限しながら内閣に大きな権限を集中させようということである。権力の間でバランスは崩れてますよね。今までの権力バランスという観点からすると、国会がドンと下がって内閣がドンと上がってるわけですよね。でそうするとやはり憲法研究者としてはですね、一番気になるのは、じゃどうやってコントロールするんですかという議論のはずなんです。例えば軍民統制というような言葉がございますけれども、
自衛隊に大きな権限を付与するというならば、じゃどうやってこれを抑制するのかという議論とセットにしなくちゃいけないはず、あるいは特定秘密保護法のような法律を作るならば、どうやったら国会にもっと権それをきちんと秘密が指定されたかどうかを判定することのできる権限を付与しなくちゃいけないなどという議論と一緒にされなくちゃいけないはず。しかし権力の抑制の議論がすごく少ないんですよね、すごく少ないと。でされていないことに対する疑問もあまりないというところが実はすごく驚きであると。立法府の長というような言い方を内閣総理大臣が間違ってしてしまうと、間違ったかどうか分かりませんけど、本当にそう思ってるんじゃないかという気もしますけれども、こういうようなことがあっても何ですかね、首が飛ぶまでいかないわけですよね。しかも国会でですね、拍手しましょうということで拍手をさせるというようなことがあっても国会議員は何も思わないというようなところを見ると、ここ私たちが今見ているのはですね、その制約されない権力を、これが出現してどんどん大きくなる中で不思議に思わない文化なんじゃなかろうか。制約されません、権力は制約されないものなんですということを簡単に認めている政治文化なんじゃないか、そう思わざるを得ない状況がここ数ヶ月でも何度も散見されてしまっているわけです。これ言ってしまえば、別の言い方をすれば、立憲主義という言葉がやはり受け入れられていないということに他ならないんじゃないかと。権力抑制されなくちゃいけないというようなことが、中心にあるべきはずなのに、で立憲主義守りましょうとか、立憲主義という言葉はだいぶ使われるようになったのに、でもその言葉は本当にパンチ力を持った言葉として使われているのか、そうじゃない。さらに、残念ながら国民あるいは市民社会というようなところで見てもですね、立憲主義という言葉はこれだけ人口に介したけれども、なんとなくこう他人事のような政治の世界のお話なんじゃないかというふうに受け止められているからこそ、権力抑制の議論がこれだけ過小であることが十二分に危機感を持って捉えられていないんじゃないかという気がするんです。これはどこでこの立憲主義に対する感度を高めたらいいんだろうかと、私たちの課題ですよね。抑制されませんということを明言している政府ですから、政府が立憲主義ということをこれから守っていくはずがないというわけです。で、守らせなくちゃいけないわけですね。守らせる文化をどこで作っていくのか、でそこの右側に憲法を守って国滅ぶとか法的安定性より必要性というふうなこと書きましたけれども、もっか床屋団体のレベルでもそうですけれども、強い議論というのが、中国怖いよね、北朝鮮怖いよねというようなお話であったりとか、憲法とか立憲主義とか言ってるけど実際に攻められたらどうするんですかというようなお話というのは日に日に力を増しています。こういう立憲主義についての多分受け入れが不十分な中でですね、必要性の議論をし始めてしまったら、あっという間にその権力抑制ということの持っている力というのは言葉の上でもなくなってしまうんではないか。で、ここの部分、政治を憲法に従わせるという言葉、この立憲主義という言葉がですね、私にとっても非常に大きな課題なんですが、どうやったら追求できるのかということを、ぜひ皆様にもお知恵を拝借したいなと思うわけです。おそらくですね、その明らかに対抗的といいますか、明らかに敵対的である層っていうのはそんな多くないんですね。立憲主義なんてダメだとかですね、立憲主義なんてバカバカしいということで反対する人たちがそんな多くないです。あると思いますけど、はい。政権別としてですね、社会の中で立憲主義っていうのはダメだという人たちはそんな多くないですね。でも無関心という人はすごく多いわけです。で、この無関心という層
を、まあ、どう動かすのかというのがおそらく立憲主義の危機、私にはこの今の時代大きな立憲主義の危機を迎えてしまった時代だと思っておりますので、どうにかしなくちゃいけない喫緊の課題として一つ後で伺いたいところであります。さてその次の括弧に私たちが決める民主主義というところなんですが、これにつきましてはもしかするとそのこれまでの教育に対してちょっと批判的と受け止められるような発言もする可能性がございます。日本国憲法の三大原理って何かっていうことは小学校の頃から習うね。基本的人権尊重、国民主権、平和主義ということで習うわけなんですけれども、国民主権という言葉について、ここいらで少し考えなくてはいけないんじゃないかという問題提起です。私たちが決めるというふうに立憲主義、民主主義について書きましたけれども、まあ、この民主主義という言葉もですね、簡単に定義することができませんので、一つの言い方に過ぎませんが、もしかすると私たちにとってですね、国民主権はちょっと過剰なんじゃないか。他方で民主主義が過小なんじゃないか。で、もしかするとそれが今の政治状況においてはですね、マイナスな方向で働いているんじゃないかというお話です。で、どういうことかと申しますと、民主主義という言葉と国民主権という言葉は非常に似たような雰囲気で捉えられているかと思うんですが、違うはずなんですね。国民主権で何か、どういう時に必要なのか、主権ですので、主権って何かというと、何でもできる力のことですね。何でもできる力、すべてを決められる万能の力ですね、主権と。それが天皇ではなく国民にあるのだというような背景においては必要なお話なんですよね。主権ですので、何でもできる力、つまりその、ものすごく大きな概念なんですね。ものすごく大きな概念なので、王様の権力を、まあ、壊すとかですね、体制を変換させるといったような、大きく動かさなくちゃいけないっていう時にこそ真価を発揮する言葉です。確かに日本国憲法ができた時は必要だったんですね、これね。高知県の騒乱者である天皇が、象徴天皇という形で国政に関わる権限をなくすことを正当化するためには、私たちこそが主権者であると、主権在民、私たちが主権者なんだというような議論が、これ確かに必要だったんですね。必要であった。その時と今と比べた時にどうだろうかという観点が、もしかするともうちょっと必要なんじゃないか。大きい概念なので、これを出すとですね、何でもひっくり返っちゃう、何でもできるような、まあ、マイティなものなんですね。で、他方で、じゃあ民主主義って何でしょうかというと、これは特に多数決主義的な民主主義についてそうですけれども、決め方のお話に過ぎないといえば過ぎないですね。これが最善というわけではない。でも決めなくちゃいけないことが世の中にあるので、だったらまあ多数決で決めましょうか、多数の言うことにしましょうかというような意味でも使われるわけですね。49対51でも決めなくちゃいけないというならば多い方にしましょう。49の意見が通らなくても、まあ、51という多数決、過半数が会議体において決定の法則ですからね、特別多数3分の2以上ということはやっぱり特別な場合であって、普通の場合は何か私たちの普段の生活の中でも会議体でものを決めるという時は多数決主義を取るわけですよね。それは私たちが何か決めなくちゃいけないことを決めるという意味での道具的な概念でもあるわけです。もちろんこれを道具的な概念を超えてですね、民主主義にもう少し規範的な意味合いを認めるべきという議論があるのは承知していますけれども、ちょっとここでは
そういう道具的な意味合いとして民主主義を仮にフォーカスを当ててみたいと思います。とするとここで2つ、民主主義と国民主権といったときに色合いが全然違うということはまあ明らかかと思います。片方の国民主権というのは相当程度に価値観を伴ったものであり、体制を変換させるといったような大きな力を持つお話であると。で、他方民主主義というのは決めなくちゃいけないことがあるときに多数の意見に従いましょうという意味で、ある意味で二義的なところ、それが最善ではない、事前の策かもしれないけれども道具として必要な概念である。とこれ民主主義と国民主権が少なくとも今の安倍政権の中ではちょっと混同されている向きがあるんじゃなかろうかと。で、先ほども言ったの立法府の長というところにもつながるところかと思いますけれども、かつてですね、同じく安倍首相は、私が最高責任者だというような言葉をおっしゃったことがありました。まあ、もちろんこれだけ取り出すとですね、非常に独裁者的なんですけど、まあ、本当にそうかもしれませんが、この文脈からするとそれを決めるのは内閣法制局長官ではなく私だという意味ではありました。ただこれまでの態度といいますかね、これまで示されてきているところを見ると、選挙で勝ったんだとお示ししてある、憲法改正草案についてお示ししてあるということを選挙の後に言って、民意が示された。しかしながら選挙の前には例えばその憲法改正であったりといったような争点は争点化しない、こういう手法、しかしながら選挙で、勝ったという一言を持ってですね、自分には、民意が示されたということで正当性があるというようなニュアンスでお話しされることが非常に多いですよね。これ何かと、主権者である皆様が選挙で私を選んだじゃありませんかというようなニュアンスにも、まあ、私には聞こえるわけです。それは単に決めなくちゃいけないことを決める、通常の政治を行うという意味で代表性民主主義が取られているということを超えてですね、何かこう選挙のたびに現れる主権者が私にパワーを与えていると、権限権力を与えているというところに、まあ、肘をかけたような物言いに聞こえる。これは国民主権ということを悪用をしている議論なんじゃないかとも思われるわけです。今回18歳選挙権ということを進めるにあたってですね、主権者教育という言葉もよく使われましたけれども、私はこういう観点からやや不安な要素を認めざるを得ないかなと思うんですね。主権者教育といったときに非常にその何ですかね、必要とされる、先ほど言った意味で市民になる上で必要な教育をするということもありますけれども、そうそう簡単に主権者意思というものが選挙なり何なりで示され、それによって自分が行動することを正当化される、そういうような短絡的な意味合い、短絡的な使用法の中にこの主権者という言葉が使われるとするならば、それは誤っていると指摘しなくちゃいけないんじゃないか。主権という言葉非常に重い言葉ですので、実は憲法学説の中でもですね、主権という概念はもういらないんじゃないかと、普段は使わなくてもいいんじゃないかというような議論もあるところです。一般的、通説と言われる、学説において国民主権という言葉は抑制的に使われる傾向があります。国民主権といったときに普通はこれは正当性の源泉である、源であると、今の政府が正当であることの根本的な、その何ですかね、正当性を与えている源としての国民主権、非常に抽象的な意味で国民主権を使うことが多いんですね。それはそうそう簡単に国民主権というのが通常の政治の場に出てこないようにしているから、国民主権というような言葉が簡単に政治の世界に飛び出してくると何が行われちゃうか、
ショートカットが行われるんですね。必要な議論をしない、正当性がを認められてしまう、大きな大きな言葉ですのでね、そうそう簡単に使わない方が良いというのが憲法学での一般的な理解であります。でそういう意味で言うと、ちょっとその最高裁判決というのはですね、これまでややこう国民主権にもうちょっと能動的な意味を認めている意味で、私はあまりよろしくないと考えています。在日韓国人の方がですね、保健婦でいらっしゃったわけですけれども、昇進しよう、管理職になろうと思って、管理職の選考試験を受けようとしたら、あなた日本国籍持ってないからダメですよと言われたことで、おかしいではないかと起こされた訴訟があるんですけれども、この東京都管理職選考事件の最高裁判決は、実は国民主権という言葉を使ってですね、公権力等行使に関わる公務員というような概念を作っています。これは私は、あまりその適切な大きさの言葉ではないんじゃないかと思います。最高裁判決、にはそういうような意味合いで使われていて、ある意味でその実際の政治に、国民主権という言葉が出てきやすいような方法で語っていますけれども、あくまでも学説レベルではありますけれども、簡単に通常政治に出てくると、国民主権という言葉が出てくることには、学説は一般に、非常にその警戒しているということを改めて注意を促したいと思います。でこれそれやこれやとの、おそらくは延長線上で語られるお話かと思いますけれども、国民主権という言葉でもって選挙で民意が示された、だからできるんだ、憲法改正してみたい、憲法改正がしたいというような機運がすごく今高められようとしています。でもそのことが持っている政治に対するインパクトってあまり語られないんですよね。まるで床屋に行って髪を切ってさっぱりしたいというような感覚で憲法改正が語られているんですけど、すごくおかしいんですよね。2015年の安保国会を思い出してみても、民法改正ができなかったわけですよね。普通の政治がストップするんですね。憲法について議論を本当にするということになると、政治のキャピタル、政治が持っている力は全部そっちに費やされることになるので、通常政治っていうのはストップするんですね。天皇の問題も実はそのうちの一つだろうと思いますけれども、憲法とか国民主権とかですね、そういうの大きな議論をする、国の在り方を変えるということが持っているその通常政治との違いというのが非常に鈍感といいますかね、あまり意識が払われていないのが、おそらく今日の政治の一つの特徴だろうと思います。根っこをどこに置くかっていうのは分かりませんけれども、これはっきりしたことは言えませんけれども、つらつら考えると、その大きな言葉をですね、簡単に政治の中にで使いすぎるということのマイナスの効果を私たちは実は見てしまってるんじゃないかと。国民主権という言葉の過剰、それから民主主義の過小ということが、もしかするとその今の政治の中でですね、大きな言葉、大きな概念を簡単に使うということの背景になっちゃってるんじゃないかという問題提起も申し上げたいところです。適切に使わなくちゃいけない、場合を場面場面で使い分けなくちゃいけない。象徴天皇制といえ、まだ天皇制ございますので、天皇制を語る上では民主主義という言葉は不適切ですね。それは国民主権という言葉が必要な場面というのもあるだろうと。しかしながら、通常の選挙によって代表者が選ばれるという場面においては、国民主権というよりかむしろ民主主義という言葉を適切に用いなくてはいけないだろうと。それはこれらに対する感度の鈍さというのは、残念ながら私たちの政治の世界、私たちの代表者の世界においても、あるいは私たちの中でもあるだろうというところです。
そこの下にちょっと丸という形でまとめ的に書きましたけれども、今お話しした中で特にフォーカスを当てた道具主義的な意味合いでの民主主義に対しまして、国民主権は規範であり、また理念である、大きな概念であるということ、こちらの方が、立憲主義という言葉との一体性を持って、議論されるべき、このそれらの性質の違いということを今述べてきたわけです。でそこでとすると、その性質の違いというところを踏まえてまとめてみるならば、本来やはり立憲主義というのはやはり二層構造なはずなんですよね。これが、先ほど来強調しているように、何かこう一層で語られているというのが残念ながら今なのかなと思いますが、二層構造であるということをどうやってこれから先も維持していくのか、これが、はい、次にカッコ3で申し上げたいところであります。その骨組みとして憲法が作られているといいますのは、そうそう簡単に変えられないもの、変えちゃいけないもの、普段の民主主義的な投票の結果で変えていくべきことと変えちゃいけないことっていうのはあるよねいうのが、少なくともこの近代立憲主義という憲法についての考え方である、日本国憲法も立っている立場であります。変えてはいけないと言いますか、変えないことを前提にして骨組みが作られていると。骨組みは普通はいじらないということを前提に、通常の政治が、決めなくちゃいけない日々の政治というのが短期的な観点から動いていると。長いこう周期とですね、短い周期というのをうまく組み合わせることで政治を安定させようという知恵ですよね。でこの知恵というのは、長い時間をかけて、日本のみならず西欧諸国もそうですけれども、歴史の中でこうやったら政治がうまくいくんじゃないかということで出てきた知恵であると。位相を変えることによる安定性と書きましたけれども、この位相を変えて維持していくっていうのは、不断の努力といいますかね、絶えざる努力をすることなしには機能しないですね。機能する憲法、憲法があるからといって政治がうまく機能するなんてことはありえないですよね。機能させるためには私たちの不断努力が必要であると。で我がこととして引き受ける覚悟なしにはうまくいかないと、なんか大丈夫な振りかぶったようなことを書きましたけれども、アメリカの連邦判事でですね、ブライアンという人がいるんですけれども、彼がアメリカの最高裁判所という書物を比較的最近書いて、日本語訳もついこの間出ているんですが、そこでなるほどなと思ったことは何かと言いますと、最高裁判所が言うことについてみんな従うものだと思っている。それが今のアメリカの一つの文化であり、非常にいいことであると。それが間違っているか正しいかということではなく、やっぱり最高裁が言ったからには分かりました。守りましょうと。ウッシュ対ゴアありましたね。訴訟にもなった。大統領選挙でもしかしたらブッシュじゃなくてゴアが勝ってたんじゃないかと。いうようなアメリカの場合、ちょっと余談ですけど、選挙の投票用紙などがですね、今だいぶ改善されたと聞いていますけれども、パンチで穴を開けるときにですね、どっちに穴が入ってるか分からないっていうのは旧式の使っているなどなど、実行段階でも非常に問題があったらしいですけれども、訴訟になりまして最終的に最高裁がブッシュを勝訴させたんですよね。でこれに対しては大変批判も多かった。しかしながらゴアはそれを受け入れたと、敗北守りますという宣言をし、民主党もそう制限をし、国民もそうだ、それは当たり前だと言いますか、受け入れたというようなところに見られる憲法文化に、ブライアはですね、機能する憲法というような言い方で、憲法が守られている、なんですか、
かね、上から憲法があってそれを 守らせるということではなく、国民一人一人が守る形で機能させているという姿を見出しています。これ非常に、印象的な言い方だなと思いました。で、私たちの社会でおそらくですね、問われているのは多分そういう意味で機能する憲法をどうやって作っていくかなんじゃなかろうか。で、今日申し上げてきたのが、市民社会どっかで作っていかなくちゃいけない、どっかで維持していかなくちゃいけないということですけれども、少なくとも立憲民主主義、自由平等といったような価値観を私たちは大事に思う以上はですね、最高法規自由人権を保障する憲法ですね、これを中心として国の政治が憲法に従っていること、国家には侵入できない自由があること、これらのことを骨格にしていかざるを得ないだろうと、市民社会でこれを常識にしていかなくちゃいけないだろうと、機能する憲法というものを作れるかどうかというのが私は問われてるんだろうな。で、これは国家にはできないことですね、国家にできないことの一つなんだろうと。憲法を、まあ、そういう意味で守るっていうのはですね、どこかで、まあ、政治に課せられている義務のみならず私たちの責務なんだろうな。少なくとも私は大学という形ではありますけれども、教育という場を通じてですね、今申し上げたような立憲民主主義なり市民社会なりっていうのを自分たちのものとして続けていく、機能させる、機能する憲法を作っていくということの、価値には最後までしがみつきたいというふうに思っています。で、最後にまた引用で、これも私の義理の父の言葉なんですけれども、なかなか義理の父が書いた文章の中でも私としては一番印象的だったな、印象的だなと思ったものなんですが、よかれに行った先輩がですね、まあ気が狂ってしまったと、海軍の軍服のままに直立して突撃前へと自ら号令をかけて、泥水の中庭を走りそのまま土に倒れ込むということを繰り返すと。で、教室の中からみんな見ていると、私たちはみんな泣き続けたというふうに書いてありますけれども、よかれに行けと言った先生も誰も止めないと。で、そんな中で、一木先生という方はですね、この方は直接教えたというわけではなかった、戦後に着任されたという方だったらしいんですけれども、黙って先輩を抱き起こしたと。で、これですよね、なんか何と言ったらいいかわからないんですけれども、人生のめちゃくちゃにさせるというようなものを戦争絶対に持たざるを得ない、人が死なない戦争ならまだいいかもしれないけれども、死ななくたって心が死んでしまう戦争というものはたくさんあるわけで、そういうものに徹底的にこうすると、こういうような二度とこういうことが起こってはいけないというような覚悟を持って始まったのが私は日本国憲法なんだろうと、こういうふうに思います。で、この価値観が揺らいでいるといいますか、理屈の面ではタグが外れているしまったわけですけれども、やはりですね、どこまでもどこまでもその出発点を忘れないというようなことを努力して、普段の努力を持って乗り越えていかなくてはいけないというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。青井さん、ありがとうございました。ではこれから質疑に入りたいと思います。先ほど立憲主義はどうやったら追及できるのか、そして機能する憲法を作るということはどうしたらいいのかっていう私たちに今課題が与えられましたけれども、15分ほどですので、質疑は質疑の時間が、15分ですね、15分ぐらいしかありませんので、簡潔に短くご質問とある方はお願いします。では質問ある方手を挙げてください。はい、ではそちらの後ろの方、それから
あとは、はい、どうぞ、後ろの方。あとはありませんか。いますよ、こちら。秋山さん。はい、あの何名かちょっといるんですけども、じゃあそちらの方からお願いします。まず二次訴訟三次訴訟原告の花輪と言います。質問何回かいただいて簡単に答えられる質問ではないと思うんですけれども、教員の立場に引き付けて言うならば、やっぱり教員の専門職の自由というのが確保されるかどうかということが、その感度をどこまで高めるかという話ですかね、だと思います。冒頭で分厚い平和の雰囲気というのをおっしゃいましたけれども、私も戦後生まれでそういう平和の雰囲気っていうものが染み付いていると思います。でそれはやっぱり教育っていうものが培ってきたものと思いますけれども、それが今の政府には目障りだから教育の専門職の自由というのを認めない、政治が介入してくるということになってきていると思います。三次訴訟では牧美咲先生が意見書を書いてくれて、こういう教育の専門職の自由ということを指摘してくれたんですけれども、それが法的な保障としてどこかにあるのかということについてはちょっとはっきり しなかったんで、今でもそこは疑問に思っています。でせっかくの機会ですので、私先生は2012年の最高裁判決の解説を書いていらっしゃいますので2つだけ質問したいと思います。一つは、その判決は比例原則が適用されたというふうにおっしゃっています。でその判断の尺度として影響とか対応だけではなくて動機原因の部分ですよね、不規律行為等が歴史観世界観に起因するということも要素として挙げていらっしゃいます。しかしその後の下級審判決で、私の二次訴訟も三次訴訟も減給以上は取り消しましたけれども、憲法の権利には一切触れてない、要するにその積極的な妨害行為じゃなかったという程度しか言ってないんですよね。ところが今年16年の判決で川大連裁判や岸田裁判では、そういう憲法上の権利を理由として慎重な配慮という判決も出てきているんです。ということは判例が揺れている、まだ不安定と思うんですけれども、先生から見てこの最高裁判決の読み方として、2つの流れがあるんですけれども、どちらが正しいと思うかということを伺います。でもう一つだけですけれども、同じ時期大阪の職員条例いうのが出て、先生はそれにも触れているんですけれども、結局この最高裁判決はその同一職務命令3回で免職ということを容認する判決文なのか、それとも容認できないというのか、先生の見解を伺いたいと思います。私から以上です。ありがとうございます。なかなか手短に答えるのは難しいご質問かと思いますけれども、専門職、教員の専門職制というのがまだ学説の中でもですね、十二分に煮詰まっていないというのはご指摘の通りだと思います。このあたりがやはり一つキーとなるだろうと、私も牧さんの牧さん、私の先輩にあたるわけなんですけれども、ご見解に私も賛同するところで、もう少しここはきちんと学説上でも見つめていかないといけないと思っております。それから最高裁の判決とその判例が揺れているのかということでありますが、ですね、先ほどちょっと舌足らずな言い方をしましたけれども、この自由なり何なりっていうのが日本のその憲法ということを大条件に振りかぶっての議論しなくても見受けられるんだといった意味がまさにそこにありまして、憲法を使わないと本当は出てこない発想のはずなんですね。出てこないんだけれども、これは憲法違反であるというような直接するのではなくて、その制度の内側から出てくるような議論を好んでいると。でだからこそやっぱりその下級審などでもですね、憲法上の権利自由に鑑みてということが出てくる、といいますか、それが確信だから、それを何と呼ぼうと別として憲法の論理を使わないと出てこないお話であることは間違いないんです。
ということは戦う側からするとこれ憲法上の権利の話であるということは絶対に言っていかなくてはいけないと思います。でそれを揺らぎがあるのかどうかということについて揺らがせないといけないと思います。大阪のはどうでしょうか。そうですね、条例のお話ですよね。最高裁判決はこれを認めるものではないと私は思います。最高裁のロジックからすると認められないというふうに思っています。よろしいですか。はい、ではもう一方、先ほど当てられた後ろの方お願いします。田中です。今日の先生のお話で一番国民主権の話をされましたけれども、今の大学でその国民主権なんかの話っていうのは講義の中ではあるんでしょうか、ないんでしょうか。それが一つと、それから外国の例がちょっとよくわかんないんですけど、外国の場合はそういう国民主権のような教育っていうんですか、それはどのようになされてるのかなっていうこと、二つ目ね。それから三つ目なんですけど、タガが外れた状態ですよね、今。日本の国ってなんか憲法がこのように安保法制、が通されて、もう憲法というのは解釈改憲でいいんだと。解釈改憲でもどうにでもなる。だからどんどん変えていけばいいんだみたいな空気があると思うんですよ。でやっぱりなんかその国民主権っていうことがねとても大事なんじゃないかなと思うんだけれども、私も含めてそうなんだけど、やっぱりこの今私自身も不安なんですよね。毎日その、政治のこととか社会情勢とかそういうのをこう見ているんですけれども、とにかく今のままの状態じゃもうなんかとんでもない方に持っていかれそうな気がして不安なんですよね。でこんな不安っていうのは今まで私1940年生まれなんですよ。で今までね戦後ねこんな不安な気持ちになったのあんまりなかったんですよね。特に為政者に対して非常に怖いんですよね。まあそういうようなことでちょっとその国民主権ということについてちょっとお話をいただきたいと思います。ありがとうございます。学部では当然その法学部などを含めて、主権という国民主権について講義なされます。当然もなされます。で、外国のお話でありますけど、やっぱりこの主権という言葉はですね、どういう歴史を経てきているのかに相当影響されます。例えばフランスのようなですね、一日一にして、不可分な共和国としてのフランスといったような国、主権論というのがすごく強いわけです。で他方でアメリカのように主権国家が集まって連邦国家を作っているという国はあくまでも主権を持っての各州でありますので、主権という言葉よりかは、民主主義とかですね、デモクラシーというような言葉が強調されますよね。で、そういうような来歴がどういうものであるのかということと、切っても切り離せない概念ですので、今私たちが何が必要なのかということは別途考えなきゃいけないと思います。おっしゃったようにですね、不安になりますね。為政者に対しての不安がどうも禁じ得ないような状況にあると、こういう中でなんか私たちがまるで主権者としては扱われて、単なる道具として扱われてるんじゃないかというような不安から、本当は私たちが主権者として行動できなくちゃいけないんだという議論は当然なされるべきもののうちの一つだろうと思います。で今日は特にその民主主義という議論の過剰と国民主権の過剰という形でお話しましたけれども、じゃあもう国民主権いらないのかって、当然そんなことないわけでありまして、適時適切な場面でそれぞれの概念を使うのが必要な場面で使っていくということを心がけるほかないんじゃないかなと思う次第です。はい、すいません、よろしいですか。はい、時間もちょっと来てるんですけれども、はい、じゃあ、さっき、青木さんが入ってた。青木さん、これやってきよ。国民主権という話、今、なるほどと思ってこういうのは聞いてたんですけれども、
まさに使い方を気をつけなきゃならないなっていうのは今日聞いてなるほどと思ったんですけれども、人権っていう概念一般論ですけれどもね、人権っていうのと主権っていうのは果たしてどうなんですか。これルーツが同じか違うかちょっと一般論で申し訳ないんですけれども、人権っていうことを考えていくと主権っていうことから果たして人権が出てくるかどうかってかなり疑問に思ってるんですよね。それにちょっと何か、はい、今のお話も大変難しい、簡単にお答えできないところの一つなんですけれども、憲法学におきましてもですね、難問のうちの一つというふうに理解されております。つまり人権という概念が出てくるにあたっては権力の集中が必要なんですね。権力がどんどん集中されていくと結局的には最終的に国家主権ということになる。そうするとですね、主権が一つとして主権、大きな主権が生まれると人権の場所がなくなっちゃうんですね。なかなかこのお互いを説明するのは難しいところです。でもだからこそ主権という概念を使って説明するのではなく、これちょっと消去してしまってですね、適切な大きさの議論をする場面で適切な概念を使うということで、大きな大きな主権という言葉を使うことなしに人権論をするということはこれ他方また可能なんだろうと。例えばそのイギリスのような国において、あそこはまだ共和制になっておりません。まだと言いますかね、共和制じゃありませんけれども、じゃあ人権保障されていないかというと、そうではないというわけで、多元的なその社会の中でかつ人権というものも議論できなくないんですよね。モデルとして突き詰めていくならば、主権が全部その一点握られ、国家に主権が握られたと同時に人権がなくなるというような問題も別な方法といいますかね、多元的なものを維持しながら克服していくことは、これも可能だろうと思いますので、難問は難問として、今日本で適宜適切な方法で人権についても考えていくことは、できるだろうと思います。はい、どうもありがとうございました。本当に申し訳ありません。時間がちょっと来てしまっているので、申し訳ありませんが、それはおかしいですよ。お父様の義理のお父様のおっしゃったところで、神武建国って言いましょうか、ことはお書きになってなかったかっていうのはですね、非常に聞けたのは、今中教審、私傍聴取材してて、中教審の中に日本青年会議所が日本建国の神話を教えろってことを言ってるんですね。で、他の人はみんな無視して、委員は無視してたけど、神武天皇の建国って非常に危険だと思うんで、もう一点だけ私気になるのは、どうやって立憲主義やっていくかっていうところでですね、やっぱり私は教化公共という科目ですね、科目公共ですね、あれが非常にこうずっと中教審傍聴してるとですね、国家への参画って言葉を文科省は言ってきました。非常に恐ろしいと思います。だから池野さんという広島大学の教授は、国家への参画は動員だって発言をして、文科省は国家の形成に参画と、形成という言葉を入れてごまかしました。このあたり、やっぱり主権を国のほうに持っていくために国家の形成ということでごまかしていると思いますが、国家の形成の参画、文科省の新公共の方針いかがでございましょうか。2点目、それではいいです。議員の父の方のことはともかくとしてですね、事務天皇出てきてなかったかと思いますけれども、国家への参画ということにつきましては、今日のお話の中でもちょっと申し上げたところでありますけれども、本当と必要なんですよね。そういうような市民像っていうのをなしに、政治と切り離されたところで市民っていうのはない、存在できないはずなんだけれども、国家がそれを動員できるかと、国民を作り上げるということがどこまで可能かというと、非常に難しい問題を抱えていると思います。それは都合のいい国民を作り出すだけに他ならないんじゃないかと。でそこへの対抗軸っていうのはどこが設けることができるのかって言って、私はもう市民社会は他ないと思うんですね。その市民社会が自分たちの次の世代を作っていくで他ないと思いますので、その同じ言葉を使いながらですね、これも安倍政権によく使う手法ですけれども、同じ言葉を使いながらも、その国家に都合のいい人間を作り出す意味での国家
の参加による自由という言葉にならないように、もう最新の注意を払わなくてはいけないと思います。ご指摘の通りだと思います。はい、ありがとうございました。じゃあまだまだご意見いただきたいところなんですけれども、時間が来ましたので、この辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。それでは、これからの休憩時間に入りますけれども、もう一度連絡があります。先ほどもあの繰り返しになりますけれども、請願書名についてのご案内です。冊子の一番最後のページに話して、なるべくこの休憩時間中に受付にお出しください。それからですね、写真撮影の件です。登壇者のみ許可しますが、高校生平和ゼミナーの写真撮影は禁止します。それから先ほども、言いましたけど、葵さんの著者の件ですけれども、書籍販売がここでは禁止なので、紹介させていただきました、この冊子の3ページ目ご覧ください。以上です。ではこれで午前の部終わります。ごめんなさい、休憩時間は、15時25分までですので、それに間に合うようにお席の方にお座りください。